ポケモンソルジャーの A0 です。ズナイです。今回はいたずら心最弱決定会議やってきます。はい、いたずら心は BW の時に新登場して、そこからずっとめっちゃ強い特性です。うん、他技を先制で繰り出せて、種族値がたとえ低くても活躍できる可能性がぐっと広がる特性であります。こんな特性出していいんかって思ったからな、おっさんの時ワクワクしてる。うん、こんな特性を持つ中で一番弱いのは誰なのかというのを意外とまだやってなかったのでやっていきます。今回はシングルバトルでの対戦環境を評価対象として考えていきます。ルールは現在ランクマッチのルールのレギュレーション H の活躍を評価します。今回の対象となるポケモンは特性いたずら心を持つ最終進化系のポケモン、それと進化前だけ特性いたずら心を持つポケモン。闇カラスとリオルが入ってきて、チョロネコとかモンメンとかそういうのは除外。あと追加で、まあ、SV にはメガ進化はいないのでメガジュペッタも除外します。まあ、最弱なわけはないでしょう。ということで今回は全13体対象のポケモンがいるので早速決めていきましょう。じゃあまず現在対戦環境で活躍中のポケモンから見ていきましょう。オーロンゲか。そうだね、一番使用率は高いか。オーロンゲって今使用率ないだろ。30位ぐらい。結構ね、落ちたような記憶あるね。41位か。落ちてるな。最初のシーズン22で全然高知記事なかったよ、オーロンゲ。まあ壁役はキューコンに持っていかれ、まあ捨て台詞はサーフ号に止められって感じか。エゲイチはオーロンゲ組んでもらってない。なんか悪くないかなっていう気はするんだけどね。ブリジュラスとかガチグマもママンボをゴリ押してくるような方がめっちゃ増えてるし、エレクトロビームとシルクのスカーフ、ここに捨て台詞当てたらママンボ安定するし、瞑想ガチグマとかアシレーヌも捨て台詞とクイックターン連打してればなんとかなったりするし、ボディプレの方だと全然意味なかったりとかね。別にオロンゲいらないんじゃねとはなってるけど、でも別に強いけどなっていういたずら心の中だったら。じゃあオロンゲは最弱回避、最強ではあるんじゃないか。さすがに、まあ、現環境だと最強か。うん、次だとエルフーンか。そうだね、これはまたママンぐらいに採用されてるポケモンな気はするけど、むしろエルフーンは仲良くさせてもらってるような。レギュレーチでもママンボウと。そうだね、アンコールの存在はでかいな本当に。オーロンゲはギリギリサーフ号を殴れるけど、エルフーンは一切殴れないからそこはちょっと窮屈だけど、まあ、サーフ号さえいなければ。レギュレーション H での活躍という面で見て最弱回避でいいでしょう。うん、その次はタギングル。次タギングルなのか、もしかして使用率的には。タギングルとヤミラミどっちかみたいなもんじゃないか。接戦だな。タギングル10月16日現在だと使用率150位圏外か。ヤミラミが137位だからヤミラミな3番手になるのか。ヤミラミは一応アンコール使えるんだけど、アンコールプラス金縛りとかまであるから封殺までできるけど、 あとやっぱ大きな鬼火か。ヤミラミは今までのエルフーンとオーロンゲにはない。いたずら心鬼火はヤミラミしかできないもん。あ、そもそもそうか。メガジュペッタはなしだから。あとはまあ回復技自己再生もあるし、オーロンゲとエルフーンにはない自分の再生できる技があるっていうのはまあいいポイント。うん、まあ種族値は結構低いけどね。結構どころじゃないけど、進化前みたいな。380は本当になんか二進化の真ん中みたいな種族値だけど、スウェイでいっぱい技もらって使いやすくなってるしね。いやそうなんだよ、壁とかデンジャーとかも覚えるようになったのか。結構器用なことはできるけど、今までの2体はフェアリータイプなのに対してこっちは結構アークタイプがきついからいたずら心止められがちではある。そうね、もう打点全然ないからね、まあ、格闘技ぐらいは別に覚えるけど大した打点にはならんから、いたずら心弱体化がかなり響いてるポケモンではあるかな。でもまあそういうのに対しても壁を覚えたことでどうにか動けるっていうのは大きいかもしれない、ね、使用率トップ150位以内入ってるなら活躍してると見ていいでしょう。まあ最弱になることはない。次からは圏外になってくると思うんだけど、さすがにタギングルかな。シーズン22だったら一応圏内だから136位、そこから落ちたってことは強くないと評価されたということでもあるっちゃあるんだろうけど、オーロンゲとかエルフーンみたいにママンボウの相棒の立ち位置だと思うんだけど、現環境の使い方としては、まあもうママンボウと組む以外の使い方ないんじゃないか。実際同じチーム1位ママンボウだし、絶望的にサーフ号がきつい。サーフ号選出されてるだけで1匹いないようなもの。でもエルフーンと比べたら畑落とすある分まだなんかちょっと抗いでる感出てる。まあまあまあ、それで先制の爪とか弾けたらめっちゃ熱いから、でママンボウ経由してからクライオンで TOD みたいなのはできなくはない。こいつのいいところは食べ残しじゃなくて黒いヘドロ持てるところなんですよ。
食べ残し他に持たせられるのはでかいよな。今だとヘイラッシャーがよくマンウォーと一緒に入ってるから、もうヘイラッシャーに食べ残し渡すと、オーロンゲとかエルフーンに食べ残し持たせれなくて、なんだかなってなるところを救ってくれるのがタギングル。黒いヘドル持ってるタギングルより何も持ってないオーロンゲとかエルフーンの方が硬そうだよ。それはやめて。まあクイタンからね着地して、無償で回復するターンが多ければね、いつかは逆転するだろうけど、まあ、マンボウ界隈は多分アンコールの使い手に困ってると思うんだけど、まあアンコール使えますし、持ち物も自由にできますし、アンコール捨てゼリフ両持ちってのは他にいないからな。でかい、圧倒的に。ただサーフ号がやばすぎる、本当にやばい。まあ、使い道があるだけでいいでしょう。うん、タイングルも最弱回避。こっからはなかなかシングルバトルレギュレーション1では見ないか。そうね、まあ、見れないやつもいるけど、見れないボルトロス、トルネロスはさすがに大丈夫、さすがに大丈夫だとは思いたいけど、使いたいかって言われたら別に全然使いたくないよ。なんか SV になってから見た？俺は見てないかも。レギュディの頭らへんにボルトは見たか。それ使いたいだけの人や。トルネは見てないかもな。シングルでもう見ないよな。ね、何が強いんだろう。まずボルトロスだと、なんか SV 自体電気タイプの評価が低めだよね。そうだね、まあもうちょっと強い地面多すぎてなんかついていけてない感はある。タケルライコとかミライドンレベルになったらまあ評価はされてるけど、えって電気タイプだからというより、なんかウーラオスに強いみたいなところが評価されてたりもするし、ね、電気タイプだけど水が半減で天性電気技を持っているっていう、まあ、そんなんライコしかおらんやんけみたいな性能。かけるライコが人雷なかったら絶対注目されてないから。でミライドンはいろいろバグってる、強すぎる数値の暴力。それ以外の電気タイプいて鉄のカイナとかだからな。カイナももう電気っていうか別に格闘だしな、数値高い格闘。こいつに強いよっての今言いたいんだけど何も思いつかないんだけど、なんだ手動雨としては強いか。ボルトルネ雷とか暴風てるぞ。ボルトロスは雷で、トルネロスは暴風。これ以降のやつより弱いとはならないだろうけど、じゃあこいつらどう強いって言われたら結構悩んじゃうポケモンたちではある。ポケモンバトルデータベースに載ってる化身ボルトロスの構築記事、1個は魔剣気でもう1個はメガネなんだけど、いたずら心どこ悲しい。5世代6世代最強ポケモンとは到底思えないの。トルネロスは構築記事なしです。まあシングルはいないやろうな。でもなんかトルネロスの方がまだワンチャンありそうな気分しない？これも気のせいか。追い風とか？もう追い風だけだけど。アメパーで使えるか。雨乞いと追い風したイルカマン、そっから3ターンで試合終わらせられるでしょ。いけるかもしれん。ちょっと保留ということにしておくか。いつもみたいに決められなかったら過去作の活躍とかも含めて秒で消えるから。うん。じゃあ、まあ、レギュエイチで使えるポケモンたちに戻ってきて。あれは？クレッフィーは？クレッフィー見た？いや、見てはないけど。見てはないけど、なんか悪くはないような、なんか感じるよ。タイプは最強だからな、クレッフィー。タイプはね。最も強いタイプと言ってもいい、ハガネフェアリー。まあ、レギュレーション H では当然使用率圏外ですが、巻き菱負けるのが壁張りのいたずら心としてはでかいのかな。そうだね、他にはない良さ。壁、両壁、巻き菱、徹底抗戦みたいなので自主退場しながら壁張って巻き菱を負ける。これだけで別にそんな弱くはなさそうに思っちゃうけど、まあ、オーロンゲとかの方がシンプルに強いっていう。レフィの良くないところを、電磁波しか起点回避がないから、まあ、イカ様とかない時、ランドロスとかガブリアス、無限剣舞許しちゃうから。マジ無限だからね。徹底抗戦で退場はするけど、2枚はされるから、もうそれ 1.5 倍だからね。壁張っても結局向こうのが強いみたいな。まあいたずら心の中ではこの悪タイプとか黄金の体に、まあ、なかなか止められないっていうのは対策をかいくぐってるいいところはあるのかな。そうね、巻き菱はね黄金の体に効かないわけだから無視して負けるからね。場が対象になる技を覚えるのはこのサーフ号環境においてはかなりプラスではあるよね。じゃあまあ今までのいたずら心とは違う良さがあるということで、クリフィーも最弱回避と。壁といったらニャオニクスオス。おお。こいつの良さはあくび？まああくびだね。6世代で見たときこいつ最強だろうって思ったけど、いたずら心両壁その時点で6世代で初だもん。そうね、クレフィーとニャオニクスが同時に出てきていたずら心両壁、しかもあくびまであるっていう、めっちゃ強いやんってなったけど、まあ、XY とか初期はめっちゃ人気だったよ。そうね、特にシーズン1は結構実際に強かったと思う、十分。まあレギュレーション H だと、まあ、当然見たことはないですけど、他の壁張りと比べてサーゴになんかできますとかは別にないもん。
全然ない。むしろできない方。まあ一応瞑想バトンとかもあるけど、そんな余裕はない。ならモノマネハーブが持ち物2位らしい。壁張って起点にされるのを受け入れてバトンしてるんか。ああ、そういうことだ。でもなんか、あくび覚えるこいつがそんなに起点にされるとは思えないけど。まあサーフ号とかぐらいだよね。サーフ号の悪だくみをパクってバトンは、まあそれは絶対できると思うけど。しかもシャドウボールに対してガチグマ出してめっちゃおもろい。最強のポケモン誕生させるみたいなのはまあできるのかなと思うが、壁以外の方が強いかと言われたらそうは感じない。サイコノイズ来たからさ、壁タンダラ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 枯らしてくるやつを止めることぐらいならできるけど、その起点回避とかはまああくびがあるからいいんだけど、サーフゴーとマスカーニャみたいないたずら心きついポケモンあるあるは普通にきつい。シンプルに一番きつそうではある。地と保留か。正直ボルトルネよりかは強いかなって思っちゃうんだよ。壁あるだけで、まあ他の壁使えばいいような感はすごいよ。一旦保留ということにして、レパルダスは SV にいないよね。いないね。まあもしもいたらってことで考えるか。アンコールはあるけど壁はない。闇闇から壁と回復技取ったみたいな感じか。属地タギングルの劣化。まあまあまあそうだったね。なんか捨て台詞覚えるようになりましただとしても、なんかオーロンゲタギングルで良さそうか。あくびとかも覚えるけど、あくびだけなんだよな。それに繋がってるものはないんだよな。一応サーフ号を突破できそうな技にすることはできる。我だくみ悪の波動爪研ぎはたき落とすなどなど。あれバトンはあるのかこいつ。剣立てで新しくこいつやること爪研ぎバトンだ。それでマスカーニャに繋いでトリプルアクセル打ちまくるか。自分で爪研ぎした方がいいの、ね、マスカーニャが。まあ候補ではあるか。だいぶ候補より。こないだバルビートとイルミーゼの技見に行ったぞ。アンコールしたすぎて。てかバルビートは前期100位台にいたぞ。なんか雨降らしてた。はいはい。カルビバトンじゃないんか。雨から高校トンボが強いらしい。トルネロスだったら高校の尻尾とかいるから。それ下からトンボは難しいから。まあ、バルビートもイルミーゼも気にはなったんだけど超弱かったね。まあ、数値はそりゃね。技見に行ってちょっと絶望はしたけど。回復技とかあるけど結局基本的には、まあ、ホタルビになるようなバルビートはだけ。メインの方は。アンコールとかするんだったらエルフンとかタギングルでいいんだよ。その通り。ホタルビバトン評価しちゃう。まあ唯一無理だしな。ドーブルとどっちがいいか気になるところですが、ドーブルはホタルビなんて使わんよ。もっといいのあるし。もっといいのあるから。バルビートはまあ唯一無二はあるね。挑発も新規習得したんだよ。ああそうか。強いね。ないよりはマシか。ないよりかは。カウンターとかガムシャラもあるよ。ダズラ心関係ないけど。バルビートはねまだいいよな。さっきの高校トンボのパターンをするにしてもイルミーゼより A が高いので、問題はイルミーゼなんだな。まさかのバルビート最弱回避からのイルミーゼは一気に怪しいぞ。バルビートと比べてイルミーゼのいいところって何。いいところがね見た感じないなって思いました。 C が高いとか D が高いとかは正直どうでもいいじゃん。ってなった時にイルミーゼでやることがないよな。ホタルビの代わりにある技が願い事って言われましてもっていう。おだてる覚えるんだって。バルビートはおだてる覚えねって。おだてるからのモノマネハーブからのバトン。ホタルビバトンのがいいわ。一応保留ですかね。あと進化前の闇カラス羽休め没収されまして耐久はできなくて、ボロビとか追い風とか。ボロビかな。闇カラスの一番の評価点はいたずら心滅びは唯一ですね。あと好きなポケモン使う回の動画でネムネゴを吹き飛ばし使ったけど9号にワンパンされたけど、そういうことはできるけど。できるけど一発芸だな。さすがに一発芸かっこ運芸。でも結局こいつ奇跡持てるってのは実はでかいっていう話があったりなかったり。どんぐらい硬いんだ。そんなには硬くないか。エルフンぐらいか。奇跡持ってちょうどエルフンぐらい。まあでも滅びの歌はサウゴには効かないからな。ちょっと保留だな。でラストリオール、まあ、一番柔らかいけどとりあえず、まあ、奇跡とかじゃないんじゃない。レギュエイチ10月16日時点尻尾タスキイバンしか使われてない。まあまあそりゃそう。うん、奇跡持っても意味わかんないぐらい柔らかいから。タギングルがやってる穴を掘るマネッコみたいな感じだよね、やることは。そうね。いたずら心でマネッコ出せば先制で潜れて相手の攻撃を避ける。で次の穴を掘る帰ってくるときは素早さ依存で行動が決まるから、相手の方が早かった場合攻撃をまたすかして穴を掘るで帰ってきて殴るを繰り返したら4錠無傷でリオルが3立てをします。穴を掘るだけで相手を破壊。その対策のいたずら心マネッコの上からこう攻撃してくる先制技対策に早手返しがあった。
先制技でリオル倒してくるところを早手返しで返して一体持っていったら、まあリオルとしてはいい仕事はしてるか。もうさ、穴を掘るじゃなくてさ、まだマシなのってさ、タスキで耐えて騎士改正してマネッコ騎士改正して倒すやつだよ、ね、うん、こっちの方がまだ強いと思うんだよ、ね、威力200で2回殴って倒して、裏のポケモンにもマネッコ騎士改正もう1回当てて 1.5 体決まればいいが、なかなか決まらなそうなのが現環境ではあるな。まあ、アクタイプにはとりあえずマネコ騎士回線入んないし、サーフ号にはいたずら心を返さなくても通らないし、ガチグマ S 関係微妙だし、まあ進化前だから仕方ないが保留か。で残ったのが7体。こう見たらボルトルネはさすがに強いな。別に環境に刺さってないのはどれも一緒だから単純な強さで決まります、ね、シンプル強い。ニャオニクスも強そうだけどな。もうもはや壁張れるだけいいな。壁張れてあくびしてる時点でだいぶマシ。問題はこの4体か。まあこいつ何寸年間があるのはイルミーゼとギリレパルダスぐらい。まあそうね、闇カラスとリオルはまあやりたいことはわかる。強いかは置いといて、特に正直リオルの方がわかる。刺さってなくても強みはわかるから、いつかどこかで生きる可能性もなくはない。闇カラスもトンボ返り覚えるようになったから、滅びトンボすごいということを今まではセレビーしかできなかったから。まあ、確かに食いたん来ていろんなポケモンができるようになっちゃいましたけど、進化前まさかの最弱回避。イルミーゼレパルダスってマジやること。レパルダスってさ、マネッコあるよね。あ、あったと思う。こいつ穴掘るないの。穴掘るはないね。穴掘るさえあれば空飛べれば。まあ猫の手で空飛んでたことはあったけど、猫の手なくなったからもうレパルダスは強めはないよ。猫の手さえあれば正直もうぶっちぎって抜いて抜けてるんだけど、昔頑張りすぎたからはなくなっちゃいました。やりすぎました。でも正直レパルダスもやることマジないよな。甘えるあるけど回復はさないからね。レパルダスルミーで使うなら甘える、アンコール、羽休め、5つ目とかかな。そうでまとわりつくでしょう。確かにいけてるか、甘える、アンコール、羽休めだけで。レパルダスいけないもんな。なんもいけないもん。レパルダスのいいところ、あくび、電磁波、アンコールあたりになりそうですが、そのうちあくび以外はイルミーゼもできるし、それ以外の仕事はイルミーゼの方ができそう。それ打った後に繋がんないよな、全然。壁張って起点回避です。あくび、アンコールで起点回避しますって言うならわかるけど、まずそれがありますって言われても、その前にあなた何するんですかってなっちゃう。これはレパルダスが最弱で決定でよろしいでしょうか。いいでしょう。ということで、いたずら心最弱はレパルダスに決定しました。はい。悲しいです。まあ猫の手なくなったレパルダスは意味わかんないもんな。ギリ偽装とかあったじゃん、猫の手使えるときは。偽装でトリックしてみたいな、ゴチルゼルではめるみたいな。もはやそういうのもないもんな。俺電磁波砂かけしてガッサで分身してたよ。ああそう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 、もうもはやそういう偽装で使うならまだね、まだわかりますけど、猫の手あるからこそレパルダスの見た目をしているだけで、それがなくなったら普通にオーロンゲ使いますわね。まあ捨てゼリフ覚えたらバルビート超えるかな。ああそれは超えるな、全然超えると思う。まあいろんなポケモンにそれぞれ固有の強みが出てくるといいですね。強化いや進化お待ちしてます。おお、タチフサグマみたいな。うん、レパルダス好きだから。そうなんだ。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価、メンバーシップ登録もよろしくお願いします。お願いします。